僕は誰もいなくなったから帰ってきたんです。震災後誰も住めなくなったふるさとに20年ぶりに弟が帰ってきた。入っちゃいけないの知ってるよね。外に出るんだよ。生まれたとこですよ。ここで暮らすって決めたんだ。家族は避難してると思いますけど。こだとこで落ち着きたくねえよ。何してんだ。ふるさとを捨てた弟がなぜ今帰ってきたのか。ここで暮らしていくってどういうことなの。次郎帰ってきたのか。うん帰ってきた。開けるもんか。開けるもんか。なんでこうなったんだべ。今頃帰ってきたよ。何がわかる。もう一回やり直してんだ。今あの日ふるさとを失った家族の新たな物語が始まる。みんな揃ったね。家路。